はい、どうも、なおちんです。さあ、今日も、オクトパストラベラー2やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、ボスを倒しに行きたいと思います。まだ倒してないボスが1体いたんですよね。場所ですけども、ここです。メリーヒルズの横。西メリーヒルズ参道、ここですね。では、早速行っちゃいましょう。で、ここ、多分、倒してない人多いと思います。多い、うん、俺も最近気づいたんだよね。で、場所なんだけども、メリーヒルズを出てすぐ横のところですね。ここの下、何もいないんですけども、夜になると現れます。いや、まさかだよねまさかだ。では夜にしてみます。普通の人ですけども、話しかけると戦いを挑みますかと出ます。はい。で、こいつのレベルですけども、多分適正レベルが45です。うん、ここのフィールドが適正レベル45なので、多分間違いなくそれぐらいじゃないでしょうか。で、俺レベルね上げすぎてんのよね。99なので、速攻でね倒せちゃうんだけども、まあこれはね、レベルが高いから倒せるっていう感じで見てください。普通にね、適正レベルでいくとそうもいかないので、はい、いきます。エベル、まあうん、ワンパンなんだけども、実際普通に戦うとそこそこ強いと思う。うん、そこそこ強いと思います。実際戦ったことないけど。はい。で、倒しますと、なんと、この違法の暗殺者、我らの力を貸してやろうということで、商人の傭兵呼びに、違法の暗殺者が追加されます。これがね、最強の傭兵ですね。では、ちょっと使ってみましょう。では、いきます。これが商人の最強技ですね。これ違法の暗殺者、敵全体に単剣で大ダメージを与えて、味方全体の HP と SP を回復する。ダメージも超ダメージ与えて回復までできる。これ素晴らしいよ。でも5万円です。5万円、歩兵が3万円のところ5万円だからね、かなり高いよ。高いんだけども強いです。こんな感じになります。いけ、はいまあブレイクしてないからこのダメージなんだけども、ブレイクすると、まあ、カンストはすると思います。いやー、まさかね、こんなに強いやつが隠されてたとは。うん、まあダメージもそうだし SP、HP も回復するので、これ商人だいぶ強くなりますよ。はい、ということで今日はまだ倒してなかったボス倒しに行きました。このボスを倒すと商人が最強の技を覚えます。ぜひやってみてください。場所ですけども、メリーヒルズの横、西メリーヒルズ参道の、はしごを下に行ったところですね。そこで夜に出現しますので、やってみてください。ちょっと適正レベルだと強いかもしれませんけども、レベルを上げていくと全然余裕で勝つことができます。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。